レベルにしたい、セットが降りてできないなので1点取りたい気がしますけども、どうしてドクトレーターだったかね、カリングの勝ち、はい、もうね、入院した時にも足がかかれてなっちゃって、はい、今やりました、本当に急に悪くなるな、ね、で、ここで、みんなでうちで歩いてたら、歩いてたらね、働きやすくなるみんなに言われる、どっちも出したいねえ、おめでとうなんだよな、うちのおばあさんが昨日朝来て、どうしたっていうのを入院したって言ったな、そうか、いやだからこの勢いのある球というのは全部落ちたいから、勢いがあってトントンと軌道が入ったい、自分たちのボールを打ってくれ、そのだからのスピード、はい、ありがとう、確かにネタはあんまり好きなんで、どれぐらい今ミスったんですかね、あ今当たったストーンでは、はい、ありがとう、ありがとう、もうそういうリハビリをするとこれって入れないのか、はい、ね、あのやっぱり難易度は1個当てるだけではダメなので、150点差で考えてあと3点単位で当てなければいけない、難しさはあったんですけど、もっと簡単なショットを入院してて、はい、ありがとうございます、どうも、はい、あの真ん中のいろんな部分が流れちゃうから、でも長くさせてるので、もう大丈夫、回ってもらって、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。みんな、何のグラフを使ってたの？はい。なんか、西岡さんの出るのね。ただ、藤沢さんのショットが大きかったことになりましたね。藤沢さんが置いたストーン。これは何なんだろうな。藤沢さんが次に取ってるやん。ねえ、あやえてさんがうまくいかなかった。ねえ。で、テクニックも、入った。はい。これは、ね、高いじゃないか。うん。高いところも高いし、何でもいいんだけど、ただ、イギリスの中に入れよっていうのは、決めてるわけではない。はい。では、終焉を見ていきましょうか。終焉を見ていきます。あと残り1投ずつという前の段階でこのようになりました。かなりストーンがいっぱいありますので、何しても歩けるような動作に入れるように、一人で置いてあげるように。この状況、ハウスの中一番近い、ナンバーワン呼ばれているのが赤くして、イギリスね。はい、イギリスです。ね、次、この日本の黄色、はい、ね。ナンバー3がイギリスの赤なんです。はい、入ってきてね。この後、ユニットが投げます。これはですね、この状態が赤のイギリスが1点入ってくる。次近いのが日本だ。あ、そうか、日本だ。はい、ナンバーワンの黄色なので、赤なので、わかんないから。はい。では、松田さん、青が日本を投げるリスクの場所の解析、どういう場所が考えられるのか。そうですね、これは、そのベクトを全部発注してる。つけるにはちょっと範囲が狭くて、ナンバーワンにならなくてもいるので、この赤いストーンを前方に頼んで、これいい、これだけね、お水ここにあるで、はい、こ出るでね、お帰りください。これはですね、これは警官とソフトを作って、弾き出した部分も、赤よりも、黄色よりも赤が入らない。要するに引き分けになる、最悪でも引き分けになる、あのなおかつ、トロソフトで、黄色いスパンが内側に、イギリスが入ってくるのにはかなり不正確なんで、イギリスが曲がっているのが、今、ラッキーのところにお風呂が出そうだなと、そういう若いのが分かって、どれぐらいになるのか。それは達者側までずっと食べるのに食べるのが途中本当に頭使うんだね、この代わりの人は
今2段目、この2点、何見えたんですよね。
今年は悪かったのでやめようかって、来年だったと思うので。